そうそう、両方にからさ、見て。皆さんこんにちは。京都古民家田舎暮らしです。いつもご視聴ありがとうございます。私たちは家族で古民家を DIY しながら自宅兼カフェのオープンを目指しています。チャンネル登録やコメントをいただけるととても励みになります。夏頃をめどにオープンできるのか、頑張ってリノベーションしていきますので、これからも応援よろしくお願いします。ここは蓮の花でも有名な亀岡市にある水鳥の道と呼ばれている平野沢池です。この日もいつもの通りホームセンター巡りの夫に付き合わされ、すっかり夜になってしまいましたが、おかげでライトアップされた美しい桜を見ることができました。ここは私たちの住む町より南の方なので少し早い気がしますが、見事な桜に子どもたちも大興奮です。今日は工具を入れるツールボックスがシンデレラフィットで収まる作業台を DIY していきますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。使うと思ったらもう800円とかする。何これ、何これ、お風呂8倍ぐらいの価値。お風呂じゃない、これはこういう形でよし、かわいい。おお、作業台ができる。やり直しはしょうがないでしょ、やから
設計し直してたら言ってください。ご飯してますんで。はい、頑張って。こっち、このミーカーのユニットのこの中棚をちょっと下げたい。だからほんまはこれとこれが入る部分は違うから、別に理屈は合うけど左右対称にしたかった、うん、でもこっちだけを若干下げて、これは余裕があるから、まだこっち側を下げたらまあいけるよねっていうことです。
おお、抜けた、いいの取れたよ、こうちゃん。こうちゃんが取ったよ。はいやー、ラディッシュです。ラディッシュです。オッケー。短くて当たって斜めになって、超斜めになって、全部取り外して掃除できるんですよ。はい、それが100均のスノコですね。はい、これ100均スノコ、200円です。あ、200円。100円って言ってもこれは200円。でももう手間省けるもん。でもそうす、手間っていうか材料費よりも圧倒的に安い。これもマークつけといて、これ上の段の左右っていうのを裏に書いとかなかも、うん、もうあの特注やからな、言ったら。わかった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 。いう感じで丸の子、はい、工具がきっちり収まってます。そのままね、スノコ、これはなんかどっかの取り外しできます。はい、こんな感じで、はいはい、そうそうそう。これはなぜかというと上であの切り物をするんで、あの粉がいっぱい、掃除がとにかくしやすいようにっていうのでスノコを引いてます。はい、なんだこれ、え、なんかすごいの、これがグラインダーかな、うん、きっちりなのか、すぐにまたなくなる、はい、きっちり収まってます。重たいから大型が2つ入るの重たいから、ここだけはちょっとスノコ作りました。あのお風呂で使ってるあのアウトレットの次の材で、あのきっちり収まるスノコを作ったけど、ここだけは、まあ、ある程度の強度に耐えられるようにしました。それでも、まあ、これ一本が言ってるように100円ぐらいなので、まあ、全部で、1本で2本使ったので、まあ、600円ぐらい。うん、